今回も始まりました猫でボバンチ。私猫部長の佐藤義弘とボバンチ雑貨研究所大塚千尋でお送りします。最近このスタイル流行らしてるんですね。別に画面を別に流行らせてるわけではありません。流行してるわけじゃないですか。でもとりあえず今回ちょっとね、今回テーマっていうか、はい、ちょっとボツになったそのトークを、うん、ちょっと発掘してきたんですけど、はい、ボツって結構ボツありましたね。結構ボツあるんですけど、はい、前になんかちょろっとなんだろう、あれ半年振り返りしてみますのところ気にかな、はいはい、ボバンチさんがちょっと触れ、ボバンチさんじゃあ俺が触れたんよ、はい、未来の話、未来の話やりましたね。うん、いかに出来が悪いかっていうのを、ああいかにボバンチさんが一人で喋ってるかっていうやつ。いや、あれでも、そう、僕一人でやっぱり喋ってましたっけ？どうかな？聞いてみたいもんですね。とりあえずちょっと一回聞いてみて。はい。聞きますか。はい。うん。で、一回聞いてみましょう。はい。はい。今回も始まりました、猫でボバンチ。私、猫ビジョンの北谷重友と、ボバンチ雑貨研究所、大塚千尋でお送りします。はい。はい。さあ。はい。今回。どうしましょうかね。いつもどうしましょうかね言ってますね。もう考えてないのかよ。いや、もうね、最近ちょっと気になってることがちょっとありまして、はいはい、今年2015年じゃないですか。はい。この2015年ってちょいちょい過去に見たものの中に出てくる年やったりするんですよ。はいはいはい。例えばマーティが来るわけじゃないですか、2015年。バックトゥザフューチャーのね。で、はい、エヴァンゲリオンの使徒が襲ってくる年やったりとか、はいはい、で20世紀少年のあの友達のなんや、うん、テロ的な感じのやつも確か2015年やったん違ったかな、はあ、だから今年は多分過去の人が考える未来のなんかこう、うん、まあそういう節目というか、はい、うん、なんですよね。昔から見た未来は2015年だった。はい。車は空を飛び、飛ばないけどね。なんか立体映像はその辺に簡単に映っていて、簡単には映ってないかな。なんかそういうイメージの新しいエネルギーがあったりとか。うん。まあまあでも。ね、昔からやっぱそれをやっぱり想像するのは非常に難しいので、うん、まあ外してるっちゃ外してるんでしょうけど、でも僕ら子供の頃に思ってた未来ってもう少しこう今よりも進歩してたようなイメージないですか？イメージ的にはね、うん、なんかこうほんまになんかパイプの中を走る車とかよう乗ってましたやん。はいはいはい。透明のパイプがこうあって、でね、中をタイヤのない車が走っとったり、はい、あとは何だろう、なんか妙に丸いその建物が、ああキノコみたいな、ね、そういっぱいそんなんが建ってたり、もう完全にレトロフューチャーで、ね、そうそう、でもなんかワクワクしたじゃないですか、うん、ロボットと一緒に生活したりとか。そうですね、別に あロボットと一緒に生活はしてないけど、いむしろあのアイボとか、あれがもう何だろうそのメーカーが保証してない、はい、だからもうロボットいたけどそれも古いよぐらいの。ああ、なるほどね。そう、まあ進んでるところは進んでるのかもしれないけど、進んでないところは進んでないですね。だから多分この今スマホと呼ばれるものも昔にはなかった、うん、こう考えつきもしてなかったんですかね。あれは想像もしてなかったんでしょうね。あ、よくあのスタートレックとかに出てくる、はい、その最新機器は、はい、こう現実にこう実物としてできるのかみたいな、なんか話はよくありますけども、はいはい、携帯電話とか、はい、あ、そういったものはできてるじゃないですか。できてますね。なんでしたっけ、あの動力源、はい、反物質とかなんとかで、なんかほうこう、まあ、ちょっとややこしいんで僕もちょっとよくわかんないですけども、そういう新エネルギーみたいなね、はい、そういう新しい動力とかエネルギーを使って飛んでたりとか、うん、まあバックトゥザフューチャーとかでもそうですけれども、はいはい、今
今現時点のこの日本でエネルギーといえばすごい深い話ですね。そう思った。まあまあ深い話にはなってますね。もうちょっと軽い話しましょうか。もうそのエネルギーとかとりあえず置いといて。あ、置いとくんだ。はい。いや、憧れませんでした。でもなんか体に装着するロボットみたいなとか。はい、ああ、なるほどね。その、まあ、例えばガンダム世代じゃないですか。はい。そう、俺はガンタンクに乗りたいなとか。え、ガンタンクに乗りたかった。こうだったかな。ギャンに乗りたいとか。はあ、はあ。なるほどね。ギャンに乗ってあの盾でミサイル撃ちたいとか。そうですね。あの盾で攻撃受けたらどうなるんだろう。そう、ドキドキしながら乗るみたいな、うん。中にいっぱいミサイル入ってるはずだよねっていう。そうそう。だから子供の頃に思ってた未来っていうのは多分そういうことなんじゃないですかね。なんかロボットに乗るとか、まあ車が空を飛ぶような話やったじゃないですか。はいはい。なんかこう猫さんが感じる子供の頃に感じたその未来っていう何かありますか？子供の頃に感じた未来か。言えるね。うん、僕ね、あの、はい、腕時計、はい、子供の頃にね、はい、あのおもちゃなのか腕時計なのかわかんないですけど、デジタル時計でこうカチンと取れて、はい、で蓋が開いて手足が出てくる、はい、名前ちょっと忘れたんですけど、はい、ロボットに変形する腕時計で、ありましたね。なんだろうあれ。ね、あれなんかね。名前があったんですよ。そんなおもちゃあったなぁ。いやでもおもちゃって言うても、でもちゃんと時計なんです。ただの時計の機能を渡しますもんね。で遊べるか言うたらそういうほど遊べない、うん、けどもなんかちょっとこう未来を感じた、うん、おもちゃ道具やったんですけどね。なんかこうこれがほんまに未来には動き出すような、あ、だからナイトライダーとかもすごい未来を感じたんですよね、僕。はいはいはい。こう車が喋る。でも、それは近いもんがあるのか。まあ確かに、ナビとかでも音声で操作がある程度はできますし。あの、iPhone なんか、誰々に電話してると電話してくれますもんね。そうですね。はあ、あれ、ナイトライダー的なんだ、言われると。僕、イメージがあるんで、はいはい、あの、スマホの、声はあの男性か女性選べるじゃないですか。はい。男性にしてありますもん。あ、それはもうキットのイメージ。そう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 。はあ。ただマイケルと呼んでくれへんから。まあマイケルじゃないけど。なんかそういうこう昔に感じた未来っていうのが多分今こうおっさんになってもなんかこう引っかかってるというか。なるほどね。うん。僕のエピソードが出てこないですね。これ冴えてないんでしょうね、これ。未来って、どんなんなんでしょうね、これから先。車飛ぶんですかね。車は、なんか飛ぶイメージは湧かないですね。車飛んだら、なんか、やっぱその、あとまた交通ルールがもう根本的に覆っちゃうので。そうですね。うん、だいぶややこしいことになりそうですからね。あの、フィフスエレメントって見張りました、はいはい、あれはちょっとあれなんですけど、あの車飛ぶ、飛んでるじゃないですか、はい、あれも画期的じゃなかったですか。今までこう大体同じ層を飛んでたもん、はい、すごいいろんな層で飛ぶみたいな、あーなるほどね、発想ね、はい、でもやっぱり渋滞してるんやなみたいな。なるほどね。だから、まあ、それはそれで秩序があるんだろうな。はあ、僕らで考えられるこう未来っていうのは、うん、やっぱりこう想像の範囲じゃないですか。そうですね。それを研究してほんまに未来を作った人はまあ別でしょうけど、うん、なんかこう猫ビジョンも未来を捉えた DVD を、あの DVD って言ってる時点で文字通り遅れ的な感じがね。ブルーレイですか、なんて言えばいいですかね、この場合は。もうなんて言えばいいですかね。なんですかね。もうでも実際ブルーレイでもね、やっぱり時代の先を行ってるわけじゃないので、ね、あ
確かに ね, ねもうディスク媒体っていうものそのものがまあ言うと時代遅れの方向になってると思うんで、うん、じゃあもうあれですか SD カードかなんかでSD カードいやまあまあ結局はもう、ね、ネット配信みたいなのにしか残っていかないんでしょうね。あ、そういうことになるんですか、うん、まあ子供の頃にインターネットなんていう感覚はもうなかったですからね。そうですね、まあね、スマホもそうだけど全くなかもう脳裏にないようなものがどんどん出てきてて、うん、ね、車が飛ぶみたいなのはもう言うたらまあ人間の思いつく範囲じゃ範囲、ね、そうですね、うん、それを超えるようなものをお互い目指す必要はないですけどもあないんだ、うん、なんかこう画期的なものがデザインできれば楽しいですね。ですね、はい、画期的なものか難しいですね、うん、まあこれは今後の課題として、そうですね、はい、またゲスト呼んだ時に未来を感じる話を頑張って2人で引き出しますか。そうですね、うん、僕から今回ちょっと引き出せなかったっていう感じがすごくしますけど、うん、まあまあ今週はこんな感じで、はい、まあじゃあまたね、次回お会い しましょう。はい、See you next 猫でボバーン。ち起きに行った感じ最後、うん、ちょっと待った。いや聞きましたけど CM 分けていきなり何食ってちょ回すの忘れて、いや CM じゃないわいや聞いてんのかなと思ったらなんかいきなりなんか食べて聞いてました。あーそうか、どうですか。聞いてる間ちょっと暇やし、暇やし結構聞けましたね。普通に聞けましたね。これなんでボツにしたんでしょうね、うん、意外と喋ってますしね。意外と喋ってますね。あ、でもね、これを撮った時はうん、なんかもっとしっかりしたものを作ろうという意欲があったんよかもしれん。なんやったらいつもより喋ってる感じでしょうね。なんやろ、このなんかぐだぐだしてるやつを普通に流してるくせに、ああ、なぜこれをボツにしたんだろうみたいな。うん、わかんないけどね。これも撮り始めてるんですか。あ、もちろん撮ってます。もう撮ってますか。今回ってると思ってなかったから油断してたでしょ。かなりしてました。だって食べてましたもんね、もりもり何か。そういや、皆さんもその開けてから一発からちょっと撮りましょうよ。結構長かったですもんね、ほんでね。10分ぐらいでしょ。うん。うん。はい、聞きましたよ、今。聞きました。聞きましたけど、意外と普通ですよね。意外と普通やし、まあでも、僕ちょっと迷走してるかな。頑張って、あの猫さんの何かを引き出そうとして。でもなんか、行き先が確かに分からん感じはたつとありましたね。うん、確かに。どこに向かってるんか分からん。そうですね、なんとか未来を、話そうとしてましたね、うんうん、だけど別にそんな悪くはなかった。うん、あの最近の猫デボ番地のことを思うと意欲を感じるこうなんかで出来やったんちゃいますか。え、いやでもこれをボツにした、これをボツにした理由、はい、って考えたときに、うん、はい、多分ほんまにこの時は、はい、なんかもっと情報を入れようとか、なんか多分意欲があったんでしょうね。ああ、うん、今は僕らあれですけどね、あの今はちょっとぐだぐだしてるの平気で垂れ流すっていう、結構ですね。流し食うとかね、うん、あれも一応情報番組みたいな雑な感じです。うん、まあわかりました。まあボツにした理由は。その時やる気あったっていう、はい、これをボツやってやる気ないみたいな。いやいやいや、僕でもボツやって判断するぐらいの、うん、やっぱなんか何かクオリティを目指してたっていうことでしょう、はあ、きっと。わかりました。じゃあ、はい、シーズン2はこうしてあのちょっと反省しながら、うん、もうちょっとこうクオリティの高いものを作っていくということでかな。いや、もう別にこんなんでいいやって思ったから楽になったみたいなのがあると思うんですけど。まあ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 、ね。はい。
まあそんな感じで。ということで、今回はボツになったやつをまあ聞いていただいたんですけど、はい、皆さんはどう思われたでしょうか。はい。ということでですね、まあ今回この辺で。はい。いいですね。はい。See you next time. ネコです。ボバーン。